ジェフさんは家庭菜園に精を出しておった。ある日を境に菜園が荒らされ出す。そこでジェフさんは犯人を特定するためにカメラを設置した。そこに映っていたのはこいつじゃ。なんだ、こいつはこっち見てられるのよ。ブラウンドホップじゃな、ウッドチャックとも呼ばれてるが、リス科の仲間でマーモットの一種じゃ。この前のやつだね。ジェフさんによると他の動物は作物を取るとすぐどっかに行くが、こいつだけはカメラの前で食べるんだ。しかも1日3回の時もある。1週間も見続けたら愛着も湧き、チャンクと名付け、このまま作物を与え続けることにしたそうだ。そのうち恋人まで連れてきて、今は家族揃って食べに来てるぞ。チャンク the groundhog で最新のチャンク見れるぞ。ハートするのせい。